皆さんこんにちは。 EFL 英語塾代表英語講師の平野真世です。今日は新卒はまずは3年働けはということについてお話をしていきたいと思います。今年から社会人になった方、そして社会に出てみて会社に入ってみてこの会社あんまり合わないなとか、結構しんどいことがあるなとか、精神的に追い詰められる出来事だったりとか、そういったことっていうのに直面している方もいるんじゃないかなと思います。そしてもうすでに転職を考えている人、会社に行きたくない人っていうのもまたいるのではないかと思います。そしてそんな時に聞く言葉、新卒はまず3年働け、これに私はおい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 ちょっと待てよと思うんですね。誰が決めたんそれって、その言葉はどんな意図でどういう人をターゲットにして言われた言葉なのかというのは定かではないです。もしその人自身がすごく礼儀を書いていたりとか、あと責任感がなかったりとか、でも会社はすごく育てようという誠意がある、人とかに対してまず3年働いてみなっていうのは一例としては分かります。でもそれが今なんかもう曲がりくねった道の先にみたいな感じで湾曲して、まずはお前ら3年は働けよ、辞めたらやばいぞみたいな風に圧力をかけている本当に古い頭の持ち主がいるんですね。私もそういった言葉をすごく耳にしました。そして私自身も会社を1年経たないで辞めている人間なので、そういったことっていうのは耳に入ってきやすかったのかもしれないですが、ここで言いたい新卒の皆さん、会社で3年働けなんて言葉を従順に守らなくていい。誰が決めたんそのルール。あなたの人生はあなたが決めていいです。あなた自身が本当にしんどかったりとか、そういった理不尽な理由だったりとかで、ここではちょっと会社のこの携帯組織だったりとかに受け入れられない、やっていける自信がないって思ったら、別に転職活動なんてしていいです。つうか3年働いたからなんなんていう話で、今本当に現実的に見ると3年働かないで辞めて次の会社に行く人って結構いるんですよね。まあ、3年働くとそのキャリアに箔がつくというか、3年ここでやってきたという経験があるので転職だったりとかに有利かもしれないんですが、でも体を壊して精神を壊してまでそういう風にする必要はないですし、全然自分で決めてもいいし、転職をするかしないか、そしてそこで自分自身の軸を持って面接に挑んで、ここで働いてこういうことを社会で貢献したいですということをしっかりと伝える、そして自分で大学だったりとか専門学校で学んできた知識だったりとか、自分自身が今まで培ってきた経験だったりとかっていうのを、しっかりと認めて働かせてもらえる会社、そして、会社側も雇わせてもらってるのだから、自分自身がそういった気持ちを持って挑めば、いずれは本当にいい会社、自分に合った会社っていうのに行き着くことはできるんじゃないかなと思います。環境を変えるも変えないもあなた次第、そしてそういう風な外野の話を自分の人生に取り入れるか取り入れないかもあなた次第、まあ、ただただ理由もなく3年も働いてないで辞めるなんて根性なしだとか、そういったただの持論を押し付けてくる輩は無視していいと思いますね。私はなんで私の人生あなたたちに口出しされなきゃいけないの、なのに助けてくんないんですよね、そういう人は。なのでそういう人たちに全くもって従う必要がない、自分自身の軸を持ってその信念と一緒に突き進んでいくっていうことが一番大事なのかなというふうに私は思います。3年働いてないから根性なしって誰が決めたのって、私が働いている環境と私の精神状態全部見えた上で言ってるんですか。3年働いていないイコールダメだっていう、その方程式って全ての人に当てはまるわけじゃないんで、本当に親身になってくれもしないくせにそんなことをただただ言って、それって人を批判してることと同じなので、人のことを決めつけて人の人生じゃあ責任取ってくれますかっていう話になってくるので、自分自身が本当にしんどかったらまずは休む、そして、全然3年経ってなくたって会社なんて辞めていい、半年でも辞めていい、それがあなたにとって正解だったと言えるその次の未来を作っていけばいい話です。そしてその失敗っていうのを自分自身の糧として次につなげていけるということを自分自身でしていければいいので、そしていつかこうパッと自分の人生振り返った時に、あ、こんなことがあったけどこうしててよかったな、あ、ここでこう失敗しちゃったけどこんなことでこれを学べたからよかったかもっていうふうに思える自分自身でいることっていうのが一番大切です。まずはあなた自身を大切に、そして新卒で3年働いていないからとかいう理由
由でただただ批判をしてくるやつらは無視で大丈夫です。 Go on your way。 あなたはあなたの人生をあなた自身で、しっかりと見つめて決断をしていいかと思います。ちなみに私は会社に1年以上勤めたことはありません。ですが、今楽しく、そしてしっかりと自分自身で生きるためのお金を稼いで楽しく、自由に仕事をしています。みんないろんな生き方があったっていいじゃん。別に3日で辞めてもいいし、最初に入った会社がすごく良くてずっと勤めててもいいし、そして自分のキャリアアップのために転職をしてみてもいいし、あなた自身の責任で、あなた自身の決断で、あなた自身の人生をあなた自身で彩ってみてください。自分自身で環境はいくらでも変えられる。自分自身の人生、自分で彩っていきましょう。